ナーリーの星空シアター開演です。こんばんは、ナーリーの星空シアター案内人は私ナーリーです。映画で人生が変わることもあるかもしれませんよね。ナーリーの星空シアターは映画で毎日の生活がよりキラキラと豊かなものになりますようにの願いを込めて、おすすめの映画情報をお届けいたします。メッセージの宛先は映画@fmnaha.jp 映画@fmnaha.jp です。あさってはクリスマスイブですね。でカレンダーをちょっと遡ってみると、5年ぶりにクリスマスイブが土曜日なんですよ。いつもクリスマスとかクリスマスイブって平日が多いんですけど、今年は5年ぶりのお休みのクリスマス、早くお家に帰ってみんなでクリスマスをしたいなと思っております。さて本日は20位まで新作映画ランキングをします。早速スタートします。今回は今年見に行った新作映画の中からベスト20をランキングしました。すごい難しくてですね、もうちょっともう悩みながら結構直前までランキングをしてました。それではざっと20位から11位まではざっといきましょうね。ランキングスタートです。で20位探偵な2人、19位ジャック・リーチャーネバーゴーバック、18位ゴーストバスターズ、17位デッドプール、16位シン・ゴジラ、15位何者、14位ズートピア、13位ブルックリン、12位アイソー・ザ・ライト、11位リップ・バン・ウィンクルの花嫁です。とですね、ちょっとコメントを少し言うとですね、17位のデッドプール、これはですね X-Men のスピンオフ作品でアメコミヒーロー映画です。なんですけど主人公のデッドプールがやたらこう観客に話しかけたりとか、過激でギャグ飛ばしまくったりではちゃめちゃなんですね。で敵にちょっと今観客と話してるから邪魔しないでって言ったりとか発言したり、今までにないヒーローものでした。で意外と丁寧にラブストーリーと壮絶な復讐劇が展開されている作品でした。で11位のリップ・バン・ウィンクルの花嫁、主人公の黒木春さんがですね、あこれ岩井俊二監督の作品です。で主人公の黒木春さんが普通の幸せを求めた毎日だったんですけど、で突然あっという間に離婚したり無職になってしまったりというところからストーリーが始まります。現実から一転して夢の世界に迷い込んだようなお話で、映画全体にこのぼやっとした白くもやがかかったような映像のせいもあってか、この主人公が夢と現実のどっちにいるんだろうみたいな感じで分かんなくなるんですね。でこの映画はですね、ですはですですいい悪いではっきり決めてしまうことって本当にいいのだろうかって聞かれているような気がしました。で決めつけることで誰かを傷つけたり判断を間違うことだってありますよね。で曖昧にして受け止めてみることをちょっと選択肢に入れてみるのも悪くないかもなと思いました。さあここからは10位から6位発表します。これジングル入れた方がいいですか、そのままいきますか、そのままそのままいきます。10位じゃん天の声さんじゃん、アイリス・アプエル94歳のニューヨーカー、9位スポットライト世紀のスクープ、8位
グッドモーニングショー、7位クリーピー偽りの隣人、6位ちはやふる上の句で、これ1個ずつ言っていいですか。で10位のアイリス・アップウェル94歳のニューヨーカー、これはちょっとリップ・バンウィンクルとほぼ同列でした。でも久しぶりにドキュメンタリーを面白いと思えたのでちょっと順位が上です。で現在もニューヨークで現役のデザイナーとして活躍している女性アイリスさん、94歳なんですよ撮影当時が、彼女の口から飛び出す生き方の名言が話題になっていましたが、私がですねすごく印象に残っているのが、アイリスさんが人生の最後の時のために家の中のものを身辺整理をし始めるシーンがあるんですね。でいつもパワフルに活動している彼女が静かに寂しそうに片付けていくんです。でそのシーンにですねちょっと人間が死と向かい合って、そして死が日常の一部になっていくっていう過程を見せてくれた気がして、自分の未来を思うと少し悲しくなりました。でも映画の中のアイリスさんがですね自分なりの人生哲学を語りながら実際に体現し続けている姿を思い出して、いつか来るその日までただ一生懸命に生きればいいだけなんだなと強く思えた作品でした。8位グッドモーニングショーは、この番組でもレビューしました、あの君塚良一なのに面白くて悔しかったってなった作品でしたで9位スポットライト世紀のスクープ、実話をもとにアメリカの新聞記者たちがカトリック教会のスキャンダルタブーに挑んだ作品です。今年のアカデミー賞作品賞と脚本賞2冠を獲得しました。でこれはですね見終わった後にすごいモヤモヤしたんですよ。で疑うこと質問することすら許されない絶対的な権威の中に隠された事実、これがもう実話っていうのが重みがすごかったですね。で教会を信じている信仰している力人たちっていうのは信じるってことがこの人たちの生きる力にもなってたと思うので、それを根底から潰すような真実、もし全てが私の信じているものの全てが覆されてしまったとしたら残るのは自分自身だけですよね。でなので自分だけでなく周りの人を守るためにも表面や固定観念で安易に判断していくのではなくて自分の中の軸っていうのをしっかりと持てるようになりたいなと思えた作品でした。7位クリーピー偽りの隣人、これはですねもう超怖かったです、超怖かったです、本当に怖かった。DVD でも見たし映画館でも見たんですけど、どっちも怖かった、どっちで見ても怖かったです。主人公の知らない間に奥さんが心を隣人に支配されてて中身だけも全然別人格になっちゃってるんですよ。で映画全体も一瞬も明るくならなくてずっと暗くて、なんかこの映画見てる間ずっとなんかダーランタランってジョーズのダーランタランタランって曲が頭に流れてる感じでもうドキドキして見てました。で香川照之さんがすごくいい演技してるなって思って見てたんですけど、ラストに竹内優子さんがもう泣き叫ぶっていうシーンがあって、そのシーンにも一番ちょっと胸を打たれて泣いてしまいました。この事件は終わったんですけど、映画の中で事件は終わったんですけど、この人たちにもなんか幸せっていうのは訪れないんじゃないだろうかって思ってしまう、そういう最後の後味まで全てがホラー映画でした。6位ちはやふる上の句、これ意外と皆さん見ない方とかも多いかなって思うんですけど、競技カルタに、高校生が青春をかけた青春映画ですね。でもこれかなり面白いんですよ。で始まりからツボでした。なんかねオープニングがカルタが字が書いてあるでしょ。でカルタの文字が例えば何にしようかな、明けましておめでとうと書いたとしたら、その字が空中に字だけ浮いていって空に飛んでいってひらひらひらってなって、で和紙の柄ハイカラさんが通るの着物みたいな柄のものがさって出てきて、そこにちはやふるってなるんですよ。なんかそれが私はとても好きでしたとても好きで、なんかオープニングも可愛いしストーリーもみずみずしくて、競技カルタをしてるシーンがアクションなんですよ。もう
すごいアクションで体の動きとか真剣な目の撮り方の撮影の方法とかもとっても良かったです。あとは登場人物の皆さん、出演されてる皆さんがキャラがとっても面白くて、脇役からすべて面白くて、人物描写も上手で、これはとっても傑作じゃないかなと思いました。さあこの後はいよいよトップ5です。ジングルを一回入れます。 FM 那覇それではですね、トップ5のご紹介です。5位、オデッセイ。これはですね、心から楽しめた一本でした。巨匠リドリー・スコット監督、主人公がマット・デーモンですね。主人公のマット・デーモンが火星にたった一人取り残された宇宙飛行士のお話です。食料も尽きちゃいそうみたいな、結構過酷な状況なんですよ。過酷な状況なんで、私だったらもう絶対無理ってこう絶望的なんですけど、これは最初から最後まで映画の雰囲気がテンション高めなんですね。で、取り残された主人公も地球にいる NASA の人たちも救出方法をこう持てる力を総動員して、科学の力っていうんですかね、総動員して考えるんです。で、話す言葉が科学とか宇宙の専門用語が多いんですけど、みんなが明るくてユーモアたっぷりで、全然重くないし気になりませんでした。で、奇跡をこうみんなで起こしちゃおうぜ、できないわけないじゃんみたいな雰囲気がこう漂ってて、人間参加ってこの映画を表現している方がいたんですけど、本当にその通りの作品です。監督とか出演者とかこうみんな作ってる時も楽しかったんだろうなとかで、もっと言ったらこの踊りながら作ってたんじゃないかなって思うぐらいの雰囲気で、楽しんで映画を作ったのが伝わってきて、なんかいいなと思いました。楽しかったです。第4位、シングストリート未来への歌。監督が始まりの歌とワンスダブリンでの街角でのジョン・カーニー監督ですね。で、これは映画見た後の興奮度が一番高かったのがこの作品でした。で、パワーがありましたね。このいいもの見たってこう鼻息荒くお家に帰ったのを覚えています。で、内容は1985年のダブリンが舞台なんですね。で、男の子が好きな女の子を振り向かすために始めたバンドで、このバンドで曲作りのシーンがあるんですけど、音がこうどんどん重なっていく感じ、こう何にもないところから音が生まれるんですね。例えばドラムをやって、じゃあ次ギターやってとか、そういう風に音がどんどん重なっていくんですよ。で、それがすごく心地が良かったです。スクリーンの中にも音符がこういっぱい待っているのが見えちゃ待っているように見えちゃうくらい、生き生きとして音楽を作り上げている姿がとても見て楽しかったです。で、音楽映画の部類に入ると思うんですが、音が多いせいか逆に主人公が無口であんまり喋らないんですよ。で、印象に残っているのが主人公のこの目線です。視線っていうのかな、言葉を交わさずに目線で愛を伝えてたりとか、恋に落ちた瞬間を目線で表現してたりとか、とってもロマンチックでした。始まりの歌でも思ったんですけど、この監督はですね、デートしている場面を描くのがとっても上手です。そして主人公の親は離婚寸前だったり、お兄ちゃんも引きこもりっぽいんですけど、無口な主人公の各歌詞の中では両親も仲良くて、お兄ちゃんがみんなのヒーローみたいになってたりして、こういうことを願ってたんだなと思うと切なくて涙が止まりませんでした。
ダサい自分をどんどん脱ぎ捨てていく主人公がとうとう最後には自分のいる世界を変える行動を起こすんです。その無邪気なまっすぐさと男の子っぽいたくましい去り方、とっても良かったです。未来は自分で切り開く大好きな映画です。第3位、ヒメアノール。邦画ですね。ヒメアノール、池稲中卓球部の作者古谷実さんによる同名コミックの映画化です。めんどくさいことが起きるともうめんどくせえみたいな感じでどんどん殺していっちゃうんですよ。人をそのままもう関係なしに殺していっちゃう犯人と、その犯人の高校時代を知っている男の人の日常をこう並行して描いています。で最後にはこの犯人の標的になっちゃうんですよ、その同級生が。で最後まで映画の世界から一瞬も抜け出すことなくラストまでどっぷり使った映画でした。こう犯人役の森田剛さん、森田さんって役なんですよ。森田さんって役で犯人をやってて、それが本当に怖くて、あの目、死んだ目っていう表現がぴったしなぐらいのすごい 目をしてたんですね。で本当にもういそうだし、もうこの人やばいっていうのが体から出てる最高の演技でした。この映画の中で森田さんがこう街を歩いてちょっとこう人にぶつかっただけで、もうなんか早く森田さんに謝って、この人やばいんだよ早くみたいな感じで焦る私がいたりとかしました。でラストのシーンですね、もう号泣します。あの人を殺しまくってた森田さん、こう死んだ目をしてね、殺しまくってた森田さんが一瞬人間に戻るんですよ。で森田さんはずっと高校時代にいじめに遭ってたんですね。であまりにも純粋すぎて生き方が不器用だからこそ、こう憎しみをどう消化していいのか分かんなかったんだろうなと思って、その演技でその負のエネルギーが人格まで変えてしまったんだなと思うと、もうなんかね、もうかわいそうで、もう本当に号泣しました。第2位、マダムフローレンス夢見る2人。そうなんです、これはですね先週レビューしました、聞いてください。 でまだ劇場でも上映中ですよね。でこれ本当にですね、あんまりそんな期待せずに見た映画だったんですよ。で印象に残ってるのはやっぱり最後のカーネギーで歌ったのは事実よねっていう、この笑われながらも それを旦那さんに聞くマダムのシーンですね。でそれで理屈じゃなくて事実として残っている、人生はやることに意義がある、来年に向けてこれ見た方がいいと思う映画です。期待せずに見てこんな風に大切にしたいと思える一本に出会えた喜びの第2位です。そして第1位、じゃんじゃか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 ダダンダダンこの世界の片隅に、出すよね出すよね出すよね、そう出すよね、本当にこれはね本当に作ってくれてもうありがとうございます。番組でも映画レビューしました。まだ桜坂でも1月まではやっていますよね。今もヒットしてるみたいで、なんか今行くと整理券渡されるぐらい行列ができているそうです。はい、で映画を見終わった後も思い出すたびに涙が潤むというこの映画、日常が素晴らしいんだなと気づかせてくれたり、こんな余韻は実はこう初めてですごい映画だなとこう 日を追うごと日増しに感じています。で外国の方にも見てほしいなと思います。反戦映画とかそういうのではなくて、こう原爆を投下した下にはこういう人たちが生きていた、果たしてこの人たちは敵だったんだろうか、素朴に生きてきた人たちが死んでいった意味って何だったんだろうっていうのをこの映画を見て世界の人たちにも感じてほしいなと思いました。当時の人々の普通の日常を描き、笑いながら見れるのに上映後にもう止めどなく流れる涙、みんな同じ空の下で一緒に生きてるんだなと心底思わせてくれたものすごい一本です。第1位、この世界の片隅にです。パチパチ以上ランキングベスト20位でした。
このですねベスト20発表したんですが、ですね、残念賞って言ったらいいのかなワーストって言いたくないよ、ワーストではない、残念賞のものね、一作はあの沖縄を変えた男です。はい、これね、とってもちょっとあの最初にこの映画オープニングの時に企業名が結構ダダダダダダって流れるんですよ。でそしてそれはいいんですけど、その映画の中でこの企業のなんていうのかな、スポンサーの方のポスターとかがこうチラチラこう目に入っちゃって、ちょっとしらけた部分がありました。私は少ししらけちゃったかなっていう感じがありましたね。であとはこの蔡監督のドキュメンタリーを、私この映画を見た後に YouTube とかいろいろ、映画を見る前か YouTube とかをいろいろ見たり本も読んだんですけど、結構このドキュメンタリーでも分かっちゃうようなこと、新しい発見、意外な蔡監督っていう発見がなかったっていう点が、ちょっとなんかもうちょっとなんかない よくできたかなって、なんか怯えながら言ってみるよくできたかなって思います。でこういうのって、あの例えばこの世界の片隅にみたいにクラウドファンディングでやったりした方がいい映画になるんじゃないかなと思いました。地元の人の映画っていうのはね、っていう風に思った映画でした。さあエンディングいきます。はい、エンディングです。ですね、あ、来週じゃないや、次回は1月5日から新年スタートします。レビューは12月24日公開の海賊と呼ばれた男をレビューします。百田直樹氏のベストセラー小説を映画化した岡田准一さんと山崎監督の永遠のゼロ、スタッフが同じ、永遠のゼロとスタッフが同じ百田作品の映画です。ぜひご覧になってみてください。ナーリーの星空シアターでは番組へのメッセージお待ちしております。メールアドレス映画@fmnaha.jp、 ブログもやってますのでぜひチェックしてください。皆様、あの今年本当にありがとうございました。今年は皆さんどんな1年だったでしょうか。私はですね、自分の今年の漢字は会う、あの出会いの愛っていうですね、初めてこの映画の番組を持って、この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんをはじめ、たくさんの方に、ね、天の声さんも含めたくさんの方にお会いすることができました。いい映画にもたくさん出会えました。でまたこの映画の中に隠されたメッセージとか真実とか、そういうのをもっと、気持ちとかね、作った人の気持ちとか、そういうのをもっと見たいと、映画とさらに向き合った1年でした。来年はもっとこう上手いレビューができるようになりたいなと思っております。もうちょっとね、悩みとしてはもうちょっと冗談の一つや二つを言えるようになりたいなっていうのはこれよく言われるんですよ。本当に私面白くない人間なんです、本当になんかもうね、なのでね、ちょっとね、楽しいことしてみんな笑いながらね、映画って楽しいじゃないですか、楽しみながら一緒に、ね、笑って映画を見たりとかしたいなって思ってるんですけど、面白いと、あと悲しい映画をとかを説明するときもなんか引き立ちそうじゃないですか、さらにね、喜怒哀楽がね、たくさん出て、なのでね、ちょっと面白いことを言えるような人にもなりたいなと思ってます。であとはですね、なんかね、あのブログとか撮るために写真とか撮ったりするんですけど、それで自分を見るとなんか映画ばっか見てるオタク女子みたいに見えてきたりするんでちょっと美にも磨きをかけたいなとか思ってますはい、頑張ってね、やっていきます。来年もどうぞ末永くよろしくお願いいたします。
皆様良い1年をお過ごしください。2週間であの番組のことを忘れないでくださいねもう一回言いますけど1月5日です。レビューは、海賊と呼ばれた男をレビューします。聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。良いお年をお過ごしください。ではナーリーの星空シアター、また1月5日にお会いしましょう。ナーリーの星空シアター閉館です。バイバイ、またね。パタン。